はい、今日の撮影のテーマは秋のバッグです。はい、2パターンあって、通学に使える、あの栄養が入るサイズのカバンと、あとは秋のトレンド、秋のトレンド、最新のバッグです。私はやっぱ秋っぽい感じで、ファーとか結構夏はやっぱ使いにくいというか、秋にはいっぱい使いたいですね。結構大きくてやっぱちょっと ボリュームもあって特徴があるので、他はシンプルで抑えめにしてカバンを目立たせたいなと思いました。これだと私はちっちゃいバッグと、A4 でも入るちょっと大きめのバッグの2個持ちが普段でもやるので、はい、普段はどういう、こういう小さいバッグを斜め掛けして、こういう A4のバッグをになんかいろいろ荷物を入れて持ち歩く。こっちは財布とか、そうですね、携帯とか入れて、こっちの方がいいよね。なんか荷物をさ、こっちに入れて、ここだけね持ち替えすれば、遊びに行くときはこれだけ、ちっちゃいバッグ可愛いね。結構色は秋だから赤とかもありましたね。結構暗めの赤、はい、バーガンディーっぽい色があったりとか、なんかチャームファーのチャームがついてたりとかありました。可愛い、暗めの色が多かったです、秋とか。あとリュックとかもね、はい、リュックは使いますよ私。あのイベント行く時とか両手を開けたい時にはリュックを使って、私もたまに使いますね、なんか気分に応じて、はい、服装とかね。はい、じゃあこの秋のバッグのページを参考にして皆さんも秋満喫してくださいね。バイバーイ。